谷太鼓です。こんにちは。はい、この YouTube は、皆様が見た瞬間に、皆様のエネルギーが上がったり、ラッキーとかハッピーってところに、標準が合うように設定してお届けする YouTube となっております。ここ最近は、ただラッキーハッピーっていうね、軽やかな感じだけじゃなくて、ちょっと本質的な、コアなスピリチュアルな話も、している動画となっています。はい、結構内容濃く、やっておりますので、ご興味のある方、またこういった話、自分の生活の中に役立てていきたいなとかっていうのがある方は、ぜひ、チャンネル登録をお願いいたします。はいそれでね、今日話したいことがあったんです。もうすぐ夏至でしょ。6月21日ですね、今年は。夏至の日が近くなってきております。で、その日にね、毎年、夏至の日の瞑想っていうのをここ数年やっているんですけれども、1年の中で、瞑想へのご参加者の方が1番か2番くらいに多いのが、夏至の日のタイミングになっています。夏至とか冬至とか、やっぱ立て込みますね、皆さん。タイミングの方が多いのと、あと何て言うのかな、エネルギーのことよくわかんないよっていう方も何かしらこう感じやすいというか、体感としてね、感じやすかったりとか、変化のタイミングだったりとか、なんかそういうエネルギーチェンジの、いいきっかけにしていただくっていうのも一つありなのかなっていうふうに思っています。はい、それでですね、そもそもこの夏至っていうのは何かっていうと、ググれば一発で出てくるので、めちゃくちゃ詳細には言わないですけれども、陰と陽っていうね、陰陽ってよく聞きますよね。影と太陽の陽で陰と陽ね。で、1年の中で、最も陽を極まる、で夏至の日を境に、陰に転じていく、そういう、タイミングとなっています。陽を極まるってことは、一番、太陽が出ている時間が長いのが夏至のその日ですね。でそこからどんどん、日が短くなっていくって言ったらいいの？ちょっと日本語難しいですね。そんな感じだと思うんです。はい、なのでなんていうのかな、体調は人それぞれだと思うんですけれども、いつも私がこの夏至のタイミングでお話しする話があるので、その話のシェアをしたいっていうのと、ちょっと今年の夏至はなんか今までとちょっと体感が違っているので、それのシェアもしたいなというふうに思っています。はい、でまず、毎年話している話の一つに、やっぱね、暖かくなってきたでしょ。で夏が始まるじゃないですか。そろそろその物が腐りやすくなってきますね、放置しておくと。冬の間はその辺にそのお鍋のまま置いてても腐りはしなかったけれども、なんていうのかな、もうちょっと置いただけでお鍋の中のものが腐っちゃったりとか、お水だって放置しといたら腐りますよね。そういう時期に差し掛かってきています。でいつもお話しするんですけど、この時期はやっぱ私もともとベビーマッサージとかやってて、赤ちゃんの体調とかそういう話もしてたのでよく話すんですけど、お子さんがぐずりやすくなったりとかね、子供だけじゃなくてお母さんも体調悪くなったりとかね、なんかそういうようなこと結構起こりやすかったりします。ワンちゃんとか猫ちゃんとかもね。でなんでかっていうと、そもそも私たちの肉体は生物であるっていうことなんですね一生懸命心臓が動いて
ポンプの役割をして血液を循環して生かしてくれてるから、私たちの体は腐らないじゃないですか、うん、生きてるから腐らないですよね。でも生物なんですよね。そうで、みんなね結構このことを忘れてるんですよ。そうするとさ、やっぱ内臓とかだってさ疲れやすくなったりとか、やっぱ物がそこに放置してあったら、そのままにして置いてあったら腐っていくのに、私たち人間の体は、まあ、心臓が元気に動いていることによってなんとかその保っているわけですよね。これにかけるエネルギーって結構莫大で、量的に言うとすごい多いんですよ。そう、自分をこうなんていうのかな、整えたりとか、だから通常運転ですら結構なエネルギーの消費をしているんです。で、赤ちゃんとか初めて迎える夏だったりすれば、やっぱり初めての気候だったり初めてのことですよね。体があって順応させていくっていうことに対して、なのでまあぐずったってそれはもう当たり前というか、すごくナチュラルなことですね。で、赤ちゃんはなぐずれるじゃんね、機嫌悪くふにゃふにゃっては泣けるけど、大人ってさあんましそういうことしないじゃないですか。だけど体はやっぱ大きくなってるし、循環させなければいけない血液の量もとても多いし、すごくやっぱヘビーなんですよ。なのでそのことをまずね認識しておくっていうのはすごく大事だと思っていて、そう思うと大事にするでしょ、皆さん自分の体のこと。たくさん水分を補給させないとなとか、塩分補給させないとなとか、疲れているな休ませないとなとか、うん、我慢して暑いところにずっと居続けるっていうのをやめようって思ったりとか、うん、適度な運動もやっぱり大事だなとか、うん、なんかそういう自分の肉体へのフォーカスと思ってる以上に私たちの肉体頑張ってるよっていうはい、ここのとこ肉体を大事にしてくださいねっていう発信が続いておりますけれども、本当にそうなんです。だから夏至の時期はに近づいてくると、もう本当にいつも毎回この話するの、物が腐りやすい時期がこうやってまいりましたよと。これは私の師匠がずっと言ってたことなので、私も同じようにして発信しているんですけれども、うん、そうなんです。だからね、まずね保っているっていうことがどれだけ素晴らしいことかですよ、うん、そこをね大事にしていただいて、自分に食べさせてあげるものだったりとか、働きマンの人はねちょっと休憩をこまめに取るとか、そういう調整の仕方をしていただくといいんじゃないかなというふうに思っています。はい、これ毎年話すことですね。で、今回はそのちょっと例年とやっぱ体感が私自身も違うなと思っていて、その何が違うかっていう話しますね。で、ここ 2,3 年ずっと、瞑想をタイミングタイミングでやってきていて、で明らかに違う、なんかそれは風の時代だからみたいな、なんかもうなんかそういうレベルじゃない、なんかアセンションの話は多分してると思うんだけど、してるよねアセンションを選んだでしょ、それは個人レベルでもそうだし、人間がねそれぞれ個人レベルでもそうだし、地球レベルでもアセンションを選んでるので、アセンションしてってるんですね。今この瞬間もそうなんですよ。で、すごい勢いなんです、それが。だからこの夏至の時期って本当に陽極まって陰に転じるから、いつもやっぱり邪気払いで塩風呂に入るといいよとか、なんかそういうオーソドックスな話するんですけど、なんかね邪気っていう言葉もねまたすごいなって、なんていうの、邪気なんだけど
なんか見たことないレベル 感じたことないレベルの 邪気が 落っこちてってるなーっていう感じ、がします。で、これは脅しでも何でもなくて、皆さんを怖がらせたくて言ってるわけじゃなくて事実なんですね。なので、怖いって思う必要ないんです。ただ事実として、話しますので、事実として受け取っていただけるといいかなと思うんですけれども、とにもかくにも、今年はなんかいつもあんま気にしない私大丈夫って思ってる人もやっぱてあのちゃんとやった方がいい と思いました。それは邪気に繊細になれって言ってるわけじゃなくて、さっきその肉体は生ものだよって意識してねって言ったじゃないですか。そう、意識するとそこにフォーカス当てて大切にしようって思ったりするでしょう。それと同じ感覚なんですね。今まで無意識だったエリアだけど、ちょっとここいらで整えておこうってやっとくのがベストかなっていうふうに思っています。急加速で地球がブオンってそのアセンションしてってる感覚なんですね。だからこう急にこう、なんていうのかな、うまい例えが見つからない。車とかでスピード出す時にさ、高速とか乗るとさ、風切るじゃないですか、結構な風を。ね、窓開けるとすごい風切ってるなって感じたりするじゃないですか。で、例えばだけど、その高速道路に、普通の通常運転で走ってる車が高速に入って窓を開けた時に、その紙ペラとかが軽いものが車の中にあると、窓から落っこちていっちゃいそうにならない？ペラって。そういう経験ある人いませんか？まあ、本当は落としちゃダメなんだけどさ、法律的にはさね 落としちゃダメだけど、だけどなんかふわってなんか出ていっちゃいそうになっちゃったとかさ、聞いたことないですかね。こうちっちゃなゴミって、子供が食べたなんか子供あ何お菓子のなんかゴミみたいなちっちゃいやつがふわってなんか落ちていっちゃったりするじゃないですか。あれの地球バージョンで、今まではそのお菓子とかのその薄紙とかね、なんか子供がもらってきた学校からのお手紙ぐらいな薄さの紙ペラがふわって浮いてふわって出てっちゃう、危ないみたいな感じに、もしかも出てっちゃった、ああもう取りに行けないみたいな、なんかそういうレベルのものがふわってなって落っこちてたと思うんだけど、なんか今回のアセンションはすごい勢いなんだね。だからちょっとした荷物な重量があるものも落ちる そういう感覚わかります？だから今までの例年の夏至のタイミングとかはやっぱその邪気って言われるものがやっぱ落っこちやすくなりますよ、こっから陰に転じていくからねっていう、これまでの何て言うのかな、大掃除みたいなのがその夏至の時期にエネルギーレベルで落っこちていくっていうのであるんですよ。で、それを邪気払いしようねって言って、多分古くからその塩風呂に入るといいよとか、これこれ食べるといいよとかね、なんかそういう言い伝えがあったりするんだと思うんだけど、その紙ペラレベルだったのが、結構な重量、靴とか が浮いて、ほいってこう怒ってちゃうみたいなイメージです。なので、なんていうの、危ないじゃんね、やっぱ紙ペラがちょろっと落っこちてるのとはさ、高速道路にさ、靴とかさ、なんか大きなものとかさ、タイヤとかさ、なんかわかんないけど、なんかちょっと結構な重量感があるものが
みんなが通る道にあったらぶつかったら怪我するし事故になるし避けていくのも大変だし、なんなら自分の車からも落っこちていくし、前の人が落っことしてたものもあるし、もう大変だよ通るのみたいな感じ。今年はボロンボロン落ちてってる感覚が、これ例えですよ、靴が落ちてるとかね、わかると思うけど、うん、エネルギー的なじゃの大きさです、イメージね、うん、危ないじゃんね、うん、でそれを知って高速道路走れば、あ、なんかちょっと今回は落っこちてるらしいぞと対策が打てますよね。だけど知らずにいつもの道って言って通ってったら、なんでこんなにいっぱい危険な道になってんのみたいな、当たった当たったでご怪我して事故ってっていうのを何にも知らなかったらしちゃうでしょ。だから怖がらせてるわけじゃなくて、事実でこの先何メートルの渋滞、何キロの渋滞がありますってこうインフォメーション出るじゃないですか。そんなイメージ、インフォメーションなイメージで聞いていただけると嬉しいですちょっと今年の体感は結構なものが何年ものみたいなのが結構落っこちてってる感じがしますね。上辺のちょっとなんか上積みみたいなやつじゃないですね、もうなんか、うん、何年間のやつかなみたいな重みのあるやつとかも結構あったりとかして、でそれにやっぱ触れちゃったりとかするとやっぱ年季入ってるんで結構なダメージです。だからまずそのことを認識していただきまして、で本当にこれはどうしよう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 ってやることじゃないんですよ。焦んなくて大丈夫です、知ってれば大丈夫だから。で落ち着いて対処するってことですね。慌てるんじゃなくてね、落ち着いて対処する。ただ邪気払いをすればいいだけです簡単だよ。そう、ちゃんと払えばクリーニングしたところを走っていけばいいだけだから、うん、突っ込んでいかないで道がクリーニングされたのをちゃんと見計らって歩いていきましょう。で走っていきましょう。で、それをクリーニングするのは業者さんお願いしますとかじゃないんですよ。やるのよ、ちゃんとみんな車降りてやりましょうね。これみんなでやれば早いからね。そうでしょ、だって自治体とかさ PTA とかさ、なんかちょっとみんなめんどくさいなと思うかもしれないけどさ、早朝起きてさ、なんか公園のなんかなんとか掃除とかさ、地域のゴミなんとか掃除とかさ、ドブ掃除とかってさあるじゃん。でもそれもさ、なんかだるいなと思いながらもさ、早起きしてやればさ、みんなでやればさ、すぐ終わるじゃん。それでなんだかんだやった後はなんか、あ、早起きして気持ちよかった、うん、みたいな感じになるでしょ。そういう感覚ですね。なのでみんなでやれば早いですし、払うものはさっさと払っちゃった方がいいです。竹ぼうきとかなんていうの、こういうのでザッザッてこう吐いていくようなイメージの中でね、こうザッザッてみんなで吐いていくの、高速道路を一旦通行止めにしてみんなで吐くの、ザッてよし安全だって言って取っていった方がいいかなというのが今ピンときてて、今年は早めに、毎年結構ギリギリに夏至の日の瞑想のお申し込みフォームを作るんですけど、今年はちょっと早めに作らさせていただきました。で、別にこれ受けたい人だけ受ければいいし、別に受けなくても大丈夫だから、意識してれば大丈夫ですから、うん、瞑想しないとダメなんてことないからただやりたい人は一緒にやりましょうねっていうことで、まあ、そういうグループ作ってますので、やってみたいわって方はジョインされてみてください。ただこれやんないとこのなんていうの、夏至の日を乗り越えられないとかなんかそういうんじゃないからそれだけは誤解なきようにしてていただくといいかなと思うんですけれども、うん。で
そうで、早めにそのグループ作ったので、まあ、毎年参加されている方や今年初めてやってみたいなと思った方はぜひ入ってみてください。で、そのグループではその夏至の日を境にやっぱ陰に転じていくので、邪気払い の、 やり方方法みたいなのも合わせてお伝えするようにしたいと思っていて、今年 の、 その瞑想のグループはただ瞑想するだけじゃなくて、ちょっとだけハウトゥー的なエリアで、ハウトゥーはねあんまし問題じゃないといつも言ってるけど、うん、今回はちょっとお伝えしといた方が良さそうだなという感覚だったので、そういった小話もちょっと入れつつ、生活の中にこの夏を乗り切っていくために取り入れていくといい邪気払いの方法みたいなのを、シェアしていきたいと思っています。はい。で、なんだよそこのグループに入んないと教えてくれないのかよってこの YouTube 見てる人は思うと思うんですけれども、そんな意地悪をしたくてそういう風にしてるわけじゃなくて、やっぱりコアな話なのでゆっくり時間を取ってやりたいっていうのがあるので、まあ、そういうグループ作っていますけれども、簡単な方法としては皆さんよく知っている天日海塩とかスーパーで売ってますよね。天日海塩、岩塩じゃなくて天日干しの海塩がいいです。で、その海塩をお風呂にジャッて入れて入るっていうのは毎年ググると邪気払いの方法の一番トップとかに出てくるのでとてもおすすめです。はい。やったことないわって方はそれをまずやってみるっていうのも一ついいのかなっていうふうに思います。あとはねやっぱね基本中の基本なんですけれども掃除ですね。掃除、うん、掃除はやるといいです。はい。でその掃除の方法とかはグループの方でなんとかのここをこうやってやるといいよみたいなマニアックなことを言います。だけど別にさ掃除なんてさ誰でもできるじゃん掃除機かけてさね整えてさいらないものをちゃんと捨てるっていうシンプルなことですよ。うん。でもそのシンプルなことが私たちって割と自分のことでいっぱいいっぱいになったりとかそれこ その体調が悪くなったりとかお腹ぐるぐるすんだよねとかになると後回しになるでしょ。うん。だからここから夏至までの間にちょっとずつアンテナ張ってあそこの、物置を整理しようとかさ、うん、いつかいつかと思って溜め込んでたものをゴミ袋一袋捨ててみるとかさ、うん、無理はしてほしくないんですけれどもぜひ余裕のある方は体調とかが良くてね元気だわって今ちょうどほら要極まるところだし多分元気な人も多いと思うの、うん、もうすでになんか夏のその感覚物が腐りやすいでなんか体調がもういつも悪いんだよこの時期っていう人は無理しないでください。だけど要が極まってってるので割とパワフルだと思います。エネルギー的にもね、うん、なので、まあ、パワフルに動けるわっていう方はぜひやってみてください。はい。とってもおすすめです。うん。なのでまあ簡単にここでシェアできるのは、まあ、シューブロに入ってみてっていうのとあと掃除断捨離、うん、をやってみるっていうのはすごくいいことかなっていうふうに思います。うん。ねやっぱね今そのまだ夏至じゃないじゃん。夏至までの過ごし方としてはその知っておくっていうこと今年夏至っていうのがどういう日なのかっていうのと体調面その腐りやすくなる時期だよっていうのと肉体のケアちゃんとしようねっていうのと今年の夏至は、まあ、これ私の体感ベースですけれどもなんか例年よりちょっとなんかゴロンゴロンしたものが落っこちてきそうだとっていう準備をしとく意識をしとくっていうだけでもだいぶ違うと思いますので、まあ、この時期の発信になりました。で余裕のある人はお掃除してみたりとかちょっとした余白を作っておいていただくといいのかなというふうに思います。それは空間的なそのお掃除とかで得られる余白だけじゃなくて自分の心の余裕とか自分の気持ち頭のスペースですね。いつも思考がぐちゃぐちゃになっちゃってたりとかあれやんなきゃこれやんなきゃに追われているとか、うん、なんか片付けられないとか、なんか
頭の中にあることをねうまく整理できないとかね、そういう人たちは今抱えているものとか、そういうのを書き出してみるとかね、うん、なんかそういうアウトプットその出して書き出してみることで整理されて、あここまでにこれとこれを終わらせられればとりあえずまあ一つの目標はクリアとかね、なんかそういうような感じで整理されていくのもとてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ざっと話しましたけれども、そんな感じです。でもっとコアな話になってくると、この話するとさ、今何分話してんだろう、もう25分も話してる、またなんか長くなっちゃうのね、こういうことを話すとさ。でさ、高速道路でビャンって車が走ってってこう落ちていくっていう話しましたよね。でそれの地球バージョンな、地球がアセンションを決めたのですごい加速してってんです。なのでもういらないみたいなものは落っこちていきます、どんどん。で、それがじゃって言われるものだったりします。で、その高速道路はさこうやって進むけどさ、前方に進んでいくけどさ、地球は前方に進んでいってるっていうよりはこういう感じなのね。だからまあでも伝わりますよね、感覚的にね。でロケットがほら切り離しするじゃん上がっていくときにもういらなくなったやつを切り離すでしょ、ああいう感じ。すごい、あれの方がいいかもしれないそう、ロケットが上がってってもうなんていうの、このエリアまで行ったらこれ切り離すみたいなの決まっててさ、切り離されるじゃんね。あれあれ、あんな感じで切り離しみたいな感じで結構大きいものが落ちていくんですね。でどうしよう、なんかこれ話すと誤解を生んじゃうような気もするんだけど、誤解なく聞いてくれる人がこの YouTube を見ると信じてお話ししようかな。なんか迷うな。でもなんかフラットに聞いてほしいんです。で怖がってほしくないのね。だから本当に心をフラットにして今心をフラットにして聞いてほしいんですけど、だからその地球をアセンションしていってる時にやっぱもういらないって決めたからさ、いらないって思ったものは落っこちていくわけなんですよね。でその中に切り捨てられるその何ロケットのさ切り離しのこの部分にあるところになんていうのかな、設定されているのがあれなの、お化け的なやつねわかる裏メシアの世界ねは切り離しがもう決定しているっぽいのね、どうもね。でなんでこれが分かったかっていうと、私の生い立ちから話すと超長くなっちゃうんだけど、かいつまんで言うとね、私子供幼少期の頃はその天界とつながることが多くて、どっちかっていうとそのエンジェルとかそっち系ですよね。で妖精さんとかさエンジェルとかそっち系なんですよ。で、繋がってたんだけど、このままじゃ生きていけないって多分無意識に悟った瞬間があって、それが小学校の中学年高学年くらいなんです。そのくらいに蓋をしたんですよね。まあ、これは後から大人になった私が自己分析してあの時蓋したんだなって思ってるってことです。意識して蓋をしようって思ってしたわけじゃないんだけど、なんか勝手にそうなったっていう話なんですけれどもね。で、それを決めた時に天界との交信が途絶えて、代わりにそっち のお化けとかの方と交信をするようになっちゃったんです , 笑って話してるけどそうで、なんていうのかな、まあ、それがね妊娠するまで続くんですけど、まあ、うちのまずか
家計の話しちゃうとあんまり怒られそうだからあんまし言えないけど、まあ、みんなね、私が一番そういう感覚がないって言われてたぐらい、家族の中では私が一番そのなんていうの、わからないって言われてたぐらい、あのみんな強いんですよそっちのお化け界との交信の、 あの周波数がすごい察知するんですよね。でだからよくね、その何、修学旅行とか行く時とかはあの守り石みたいなのを持たされて頼むから変なものを連れて帰ってこないでって言われて、はい、わかりましたって言って、それを持って寝る時に枕元にって言われるんだけど、そんなみんなの前で枕元に置けないよって思いながら、バッグの中にこうあの守り石を持って、行ったりしておりました、遠い記憶こういうことがあったのね。でまあ紆余曲折そのいろいろあるんだけど、まあ、それはまあ置いておいて、で妊娠して、長男を妊娠してぱったりそちらの世界との交信が、なくなったわけです。安心してよかったと思って、平和と思ってでそれから育児に奮闘するでしょ。その間すっかり忘れてるわけですよ。それで、ある日突然で、その後2人目産んだりとか、こういろいろもうあの2人育児でもうてんてこまいみたいなあの生活してたのですっかり忘れてたんだけど、2016年の初めの新月の時にそっちの展開の蓋がパッて開いたんですよで帰ってきちゃったーって、そっちの、 あの幼少期の方のね、お化けじゃない方、展開のあの何ガイドさんとか、エンジェルとか、そっちの方と交信の蓋がパーンって開いたので、ビビったんだけど、びっくりしちゃったんだけど、まあ、そういうような経緯があります。でそこからずっとそっちとつながるっていうようなことをしております。グラウンディングしながらね。でそれでなり合いにしています。インスピレーションが降りてきたとかっていうのも、まあ、多分そこの蓋が開いてるからインスピレーションが降りてくんだなって思うんだけど、であのこれを特別なこととせず、もともとナチュラルにしてあの生きてきたわけで、これがナチュラルなんだっていうところで体現していくんだって言って今推しを作ってるんですけれども、あのね、だからしばらくそっちのあの幼少期展開、思春期と言われる多感な時期をお化けとあの周波数を合わせてたわけで、で、また子供を産んでからこっちになって、しばらくこの、お化け界と、お化け界って言っていいの距離を置いてたんですよね。もうなんなら何会わなくていいやぐらい、うん、でもさ、やっぱさ名残っていうかさ、まあ、知ってるからさ、やっぱさまあふと分かるようなこともありにけりだけど、まあ、そんな気にせず、あのなんていうのかな、重大なものとして捉えてなかったっていうか、うん、なのであの気にせず平和に暮らしてたんです。でここ最近さ、あのすごいじゃん、あの勢いが、あとあのアセンションの勢いがあのすごいって言われてるし感じてるし、でなんか不穏な空気というか、そっちとつながってないにもかかわらず、なんかさ最近さ、こういうこと言うと誤解されちゃうから本当嫌なんだけど、本当誤解しないで聞いてほしいんだけど、私の身の回りだけね、みんなの前身の回りはどうだか分かんないよ、私の体感レベルなんで私の身の回りだけだけど、まあよく取り憑かれてる人が多いなっ
ていう感覚があって、でも本当こう本当に誤解しないでもう聞いてほしいの、これもね、あの分かる人とかこういう感覚でなんていうの話を聞いてくれる方だけが聞いてほしいから、本当シェアとかしないでほしいんだけど、だけどまあそういうようなことを感じていて、私がね、なんでこんなにみんな、まあ私もアップねっていうこともあって、なんでこんなにみんな取りつかれちゃってんのみたいな感じになっちゃって、で大変な、何があったみたいな感じになってたんですね、私の中でね。これは私の中でですよ、世間一般がそうとは思ってないですよ、私がただ体感感じていたことだよ、うん、でおかしいなと思って、こんな多かったっけなと思って、私の周りがみんなそうなのみたいな、私の周りだけみたいな、なんかそういう感覚になってて、さあちょっと更新を立ってたんだけど、謎きに行ってみたのね。で、あんましこういうこと言うとそこに何て言うのかな、あの周波数合っちゃうから合わせなくていいですって、あの合わせないで。で、だけど何て言うのかな、好奇心とあと純粋に疑問に思ってたの。なんでだと思って。そしたらやっぱ焦ってる感。だから要はつまり何を体感したかというと、合ってるかどうか分かんないんだけど、分かんないんだけど、これ同じ感覚の人います？でまた仲間を呼びかけるっていう。だからその切り離しロケ、あのロケットのその切り離される部分に多分そのお化け界みたいなのが多分入り込んでいるんだと思う、ね、で多分その生きてる人たちにくっつくことで生き残りをかけている、生き残り戦争みたいなのが起こってて、ボケ界でも。あの「蜘蛛の糸の」あの芥川龍之介 の、 あの「蜘蛛の糸」ってあるじゃないですか、あの垂らした糸を一生懸命こう登ってくるじゃないですか、そういう何て言うのかな、ビジョンだけ私は残ってるんだけど、その物語がどうとかっていうよりはその何か教科書に載ってたのかな、何に載ってたのかな、そのイラスト、その赤い背景で。で蜘蛛の糸がこうツーって降りてて、でそれを一生懸命こう登っていく、あれ生き残りをかけて一生懸命登ってってる感じで、あの糸も簡単にあの残ろうってする感じがちょっとよ、あのなんていうのかな、弱そうな人。それは弱いっていうのは体力とかじゃなくて、なんていうのかな、なんかね、呼んじゃってる人っているんだよね、やっぱね、うん、自分で気づかずに。で、私もそうだったから分かるんだけど、そこってやっぱ抜け出し方が分かんなかったりするから、なんかそういうののシェアもできたらいいなってちょっと思ったりなんかしています。で、まあ心配する必要はなくて、ただまあそういうようなことが実際に私が感知しているレベルであるなと思っていて、うん、で1個か2個前の YouTube でエネルギーを漏らすなっていう話をしたでしょ。そんな乱暴な言い方してない、漏らさないで、これはマナーだからみたいな感じで言ってたと思うんだけど、もう本当漏らさないでほしいっていうのは、まあ、そういった経緯もあって、やっぱ漏れちゃってるとそこから入って、なんていうの、なんていうのかな、なんていうのかな、漏れてたら絶対そうなるとは言い切れないけど、うん、よろしくないね、あんまり、うん、だからみんながそのマナーとして自分のエネルギーを守ってないといけないっていうのはそういうわけなんですよ。で、まあとはいえ普通に暮らしてれば大丈夫です。で、あとこの話を聞いたからそこにフォーカスを当てるのもおかしな話で、ただ事実としてフラットにして聞いてって言ったのはそういうわけで、大丈夫だから気にしないで
怖がらないで、強く意識を持っててほしいんですけれども、まあそれも一過性のものかなともちょっと思っていて、だからね、なんて言えばいいのかな、なんかさ、よくさ、私ほんとすごい嫌だなって思うのがさ、テレビ番組とかでさ、ドッキリやるじゃん、お化けのふりしたりとかして見えちゃったみたいにするやつ、あれほんとやめてほしいと思っててとか言って本当にさ、見えないって思ってる人が見えちゃうようになっちゃうっていうのはさ、ああいうことやるからなんだよねみたいな、だからなんかここで文句言ったってしょうがないんだけどさ、だからなんていうのかな、あれ見るといつも私憤慨してるんだけど、家でなんやっちゃダメだよとか言って言ってるんだけどさ、まあ彼らも彼らで、まあいろんな人たちいるけど、まあ浮遊しちゃってる人たちっていうのは、大体がもう帰る時間だよって言えば帰るし、まあ恐ろしやーの方は、その恨めしやーの方はもう時が来れば落っこちていくんで、まあ、大丈夫なんですよ。で気にしなくて大丈夫です。でなんていうのかな、大事なのはこの話を聞いて、その皆さんに何がこの話を言ってね、何を伝えたいかっていうと、騒ぐべからずですドッキリとかでギャーとか言って叫んでなんか面白いみたいな番組になってたりとかするのも、あれ騒いでるじゃんすごいって、何の目的があってそれするのって感じなんだけど、で一回取り憑かれちゃったことがある人とかも、まあ、稀な経験ゆえやっぱり騒ぐんだよね、騒ぐ人がすごく多い。で取り憑かれたとか言って、お払いに行ってくるとかってなんか言ってられるうちはまだなんていうの、ハッピーな感じなんだけど、それいちいち騒いでるともう呼んでるも同然なのね。呼び込みのお姉さんみたいな感じね、夜の街のいらっしゃいませってやってるようなもんなの。だからね、騒ぐなって言いたい騒がないで頼むからあんた広告塔になって呼んでるだけだからってなるから、だからそういうことがもし起こったとしても大丈夫だから、淡々と対処すればいいの、したら一回で終わるから。それなのに騒いだりとかするから、もう一回呼ぶんだよ。で、あっちの水は甘いぞじゃないけれども噂が立ってみんな集まってくるの。そんなこと自分でやって何なんのって話じゃん。だからなんかみんなね、見えない世界に憧れ持てたりとかね、夏の季節になれば恨めしやの肝試しとかね、なんか風物詩みたいになってますけれども、そんなことやってね、おちょくって遊んでる暇ないんですよだから自分のエネルギーのチェックをちゃんと自分でやってくれ、でエネルギーを漏らさないでくれって。でもしそうなっちゃったとしても絶対大丈夫、一回でバチンって終わるからそれをやらないで、ああ大変だ大変だとか、なあなあにしてるから癖になっちゃったりとか、呼び込みみたいなこと自分からしちゃったりとかしてるわけで、もう意味のないことやめましょう。もう向こうも焦ってるから、焦ってるから生き残りをかけてるわけで、もうここなら大丈夫みたいな、なんかあんな感じになっちゃってる、もうしょうがないじゃん。なんか不思議な話になってるけどさ、でこれ違うよっていう人が現れても仕方ないと思う。これは私の体感だから、なんていうの、こんな怖がらせるようなこと言ってって怒られるかもしれないけど、怖がらせたいわけじゃなくて事実なのね。事実っていうか私が感じている事実なのね。でみんな気を確かに持って
生きてる人間だから。でもし取りつかれるみたいなことがあったとしてもね、たとえあったとしても1回で終わるから大丈夫だから、あのちゃんと対処すれば平気なの。いちいち騒がないもうこれ声を大にして言いたい。もういちいち騒ぐなと言いたいあのね、取りつかれるとかってね、みんなあの初めての経験とかね、あのなんか、うん、なんかこう大変だったんだこうだったんだって言いたくなるのもわかるけど、あのこの一番怖いのは そっちのお化けだぞのお化けよりもあの生きてる方だよって言いたい。あのもうこう主観ばっかり話してるけど、今回の配信主観ばっかりだなみたいなもう主観、もう今回主観です。もうだってしょうがないもんだって捉えてることだけども、まあまあまあこういう人が一人ぐらいいたっていいでしょうってちょっと思ったりと開き直ったりしてんだけどそうだからもうあのね、あのこの世にいないレベルのあのものものよりも、あの生きてる方が何倍もあの威力すごいから、生き量って言われてる方の方が、あこれは私の体感だから、いやそんなことないっていう人もいるかもしれないけど、どっちがどう強くたって別に生き量とお化けの対決するわけでもないし別にいいんだけどはい。でね、やっぱだからそんなところでいちいち大騒ぎしないでくださいっていうのと、あのもうそういうことがもし仮にあったとしても叱るべき対処をちゃんとすれば大丈夫だから、うん、っていうのと、あのもうそういうふうなことがないような体質になろうっていう、強さを持っていただきたいというふうに思います。あの呼び込まないでわざわざ自分に無意識にそうなってる人とかも多いから、あのこれは別に怒ってるわけじゃないよ、うん、無意識だったっていうだけで、あのそうなっちゃってるっていう場合もあるからさ、うん、こればっかりは仕方がないんだけれども、無意識だったならば意識すればいいじゃん、シールド貼ればいいんで、そうでエネルギー漏らさないでください、うん、でエネルギー漏らしてたりとかする場合、その自分がね飛んでっちゃってる場合もあるからね、気量でねだからマナーだって言ってるのはそういうことで、自分を守ることももちろんだけど、自分も外に飛び出さないっていうちゃんとこの肉体にいてでここにいてみたいなでちゃんといてくださいね。あの宇宙会議に出席してもいいけどさ、そういう展開の方であのまた違うレベルの話だけれどもさ、あれはさ全くちょっと違うんだよね、交代だからね。まあまあ全然なんていうの、あの、うん、飛んだけど話、うん、オッケーみたいな。なので、ちょっと下心に向けてですね、あの陽を極まって陰に転じていく時期だから、その邪って言われるものが多くなってきますよと、邪気は払っていきましょう。で、払ったらあのもうプロテクトをしっかりする。自分を守る、シールドを貼る。自分のお家にも貼る、自分の家族にも貼る。万一その不運でね、あの遭遇しちゃっても、お化けちゃんと遭遇しちゃってもあの大丈夫だから、しかるべき対処してください。うん、何しかるべき対処って言うけどさ、あの除霊師さんとかのとこに、あのあちゃんとした除霊師さんのとこ行ってねちゃんとしたあの人ね、うん、のとこに行くといいかなというふうに思います。あとあの神社のお祓いでいい、十分で、あのあれで大概のことは大丈夫だと思いますけれども、あのもっとなんかそれでもダメだっていう場合は選んでください。はい、うん、そんな感じね。まず神社に行くと、なんていうの、行くだけで結構払われるしね、うん、夜行かないようにしてね、お日様の昇ってるうちにしてくださいね。はい、そんな感じでしょうか。あーぶわって喋った。なんか最新の注意を払いながら喋ろうと思いながらも結局全部話しちゃったみたいな感じなんだけど、なんかまあ、コート出るかどう出るか分かりませんが、まあ、知っといた方がいいんだろうなっていう感覚がしていて、
ノーって言われなかったから喋れてたわけで、多分これノーとかってなるとこの録画が勝手に切られたりとか、何か誰かが電話かかってストップされたりとか結構落ちたりとかするので、まああとまあアップロードの最中に何かが起こらなければ、まあ、出してもいいよってことだなと踏んで出そうかなというふうに思います。はい、なので落ち着こうみんなでいちいち騒がない、いろんなことで、とにかく落ち着いて自分のエネルギーに集中して守ってください。でエネルギーを漏らさないでください。で、邪気払いを、いつもよりもちょっと丁寧にやっていくと今年の夏至は、乗り越えられるんじゃないかと。乗り越えるっていう言い方おかしいけれども、乗り越えるって言いたくなるぐらい、なんか今年はちょっと特別な感じを体感でこうずしんと感じておりますっていうのもあってね、早めにその瞑想のグループを作ったんだけれども、うん、でね、瞑想はね、しなきゃいけないんですかっていう人いるんだけど、 したくない人はしなくていいですよそんな義務みたいにやる瞑想いらんしよって思うから、うん、そんなしたくないのに無理くりやるもんじゃないですよ、うん、やりたいって思ったらやればいいんじゃないかなと思うので、うん、その瞑想はしなくちゃいけないんだみたいに考えてる人もね、何人かその、メッセージいただいたりとかしていらっしゃったんだけど、そんな必要ないです。やりたければやってください。やりたくなかったらやらなくていいです。うん、どうしても集中できないのとかって言う方もいらっしゃるけど、それでもやりたい人は参加されてるし、集中できないなーっていうのをただ感じるっていう瞑想に なるのも一つ、俯瞰した自分を味わうことができるからいいんじゃないかなというふうに思いますけれども、それが苦痛だったり不快だったりするならばやらなくていいと思います。もっと別のこと やってていいんじゃない。自分がメディテーションだなって思う瞬間っていっぱいあるでしょ。例えば私だったらソルトを作る時間がメディテーションなわけです。無じゃないけど、なんか無心になってできるもの、時間を忘れてできるもの、そう。でそれがお料理だっていう人もいれば、お掃除だっていう人もいたりとか、お子さんと戯れてる時っていう方もいたりとか、自分のお仕事だって言ってる方もいらっしゃるし、海に入ってる時っていう人もいれば、いろいろいますよね。で自分がどういう時に時間を忘れていられるか、そっちのメディテーションを取るっていうのも一ついいかなと思います。うん、別にガイドいらずで自分でできるから、うん、その時間を心地よく感じられるんだったら、そっちをベースにしていただくのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、瞑想に関してのご質問は、うん、その無理くりやるもんじゃないですから、うん、やりたいと思ったらそのタイミングがベストタイミングかなというふうに思います。はい、それでね、そうなので今回はその夏至までの、やってほしいことですね、自分のエネルギーチェックをしっかりとするっていうことと、ボディね、肉体腐りやすい時期だよ、ものがっていうのをちゃんと分かって、自分の肉体が腐らずにここで息して通話して動いてるんだから、もうブラボーじゃん。心臓とかさ、血液とかさ、いろんな臓器が動いてくれてるわけじゃん。そのことに感謝しながら、発酵を強めていけるように自分を守ってってください。で毎年この時期きついんだっていう方は、当たり前だからそれ、うん、きつくならない方がおかしいって私は思っている。だからみんなしんどい、赤ちゃんもしんどいし、動物たちもしんどいし、うん、自分たち人間も結構頑張ってそのエネルギーをこう循環させている最中にいますから、うん、そういう時ってやっぱじゃって言われるものがくっつきやすいね、磁石みたいにシュポって、うん、だからちゃんと払っとこうねっていう、そういうインフォメーションを出していますトラフィックインフォメーションみたいなラジオで流れてくるでしょみたいなここから夏至までの時期はその陽が極まっていく、イケイケゴーゴーの人ももちろんいるし、そういう人はそのまま行ってくださいね。でプラスアルファでやっぱ陰に転じていくところで、やっぱ
あのこの世の中バイオリズムで 波のようにこうやってあの動いてってるから、上がれば下がるんですよ。で下がれば上がるんですよ。でこの波をあの捉えていくために知っておくっていうのは大事なことですね、うん。でまあ今この何例年とはちょっと違う体感のやっぱボロンとしたジャガー落ちてきているよっていう、まあ、お話もしました。怖がらずにインフォメーションです。なので知ってれば大騒ぎしないでしょ。もしそうなったとしても、もしなんかちょっとくっついたとしても、ちゃんと適切な対処をすれば一発で終わるから、うん。大事なのはその、起こっている出来事 だけじゃなくて、その先の自分がどうあるかなんですね。どれを選ぶかなんですよ。でもうめっちゃもうすごい勢いで上がってってるから、そのなんていうのかな、振り落とされるみたいな、そういうようなことはないけれども、なんていうのかな、本当にその子が自立してないと、うん、手つないで一緒にみんなで上がっていこうとかじゃないんだよね。やっぱね、自分でちゃんと個人で一つのシャボン玉みたいなのに入ってる感じね。で向こうで会いましょうって感じなの。だからそれぞれのペースで上がっていくし、それぞれなんだけれども、一緒にいる人もその時その時で変わっていくし、そのスピード感もものすごく速くなっていってると思います。でそれでいいと、それがナチュラルで、それが普通だと思いますので、うん、これがナチュラルであるっていうことね。でみんな同じような感覚の人もいるんじゃないかなと、うん、みんながみんな全員とは言えないけど、うん、でもこれを見てる人は感覚的に分かるんじゃないかなって思いながら、撮ってみております。もう限定公開にしたいくらいの内容なんだけど、どうしようこれね、やだねやだねとか言ってでもなんかやっぱ何かを隠して真実って言えないんだなって思ってここのエリアいるとなんかみんなが騒いだりとか、あれはこうだったんだとかいう人が絶対現れるから、すごい嫌なんだよねって思ってたんだけど、でもなんかもうしょうがないね。で分かるでしょっていう、で分かる人が見ててくれる、分かる人が見続けてくれるっていう体感でいた方がいいかなっていうふうに思っています。うん、まあ私が感じ得ていることなので 100% 信じなくても大丈夫、自分が信じることを信じていただければ大丈夫なので、うん、怖がらずにね、大丈夫だから。で絶対私たちは地球と共にあるから、上がってってるから、ちゃんと、うん、だから大丈夫ですよ、安心していきましょうね。で同性周波数合わせんだったら展開の方と合わせてた方がやっぱり行きやすいかなと私自身は思いますので、人それぞれですけど、好みはね、好みはね人それぞれだからさ、言わないけど、だけどやっぱ合わせてたいところに合わせてた方がいいと思います、周波数は。なので自分のその周波数をどこに合わせるかっていう、ラジオのチューニングのようにどこに合わせるかっていうのは、やっぱりこの時期は明確化しといた方がいいんじゃないかなというふうに思います。掃除しながらボロンボロンと自分のいらないものや感情や過去のいろいろとか、なんかトラウマとかっていうのとかも多分いっぱいデトックスされていくんじゃないかなっていうふうに思います。そういうのが出ると一時的にね、生み出しのようにこう苦しいっていうこともあるかもしれないですけれども、まあさっさとやっちゃった方がいいだろうねっていう感覚ではあるんですっていうのもあって、インナーチャイルドとかのセッションを結構早めにやってました。はい、なので、まあ、完了している人はね、もう引きずんなくて大丈夫ですから、はい、軽やかにいきましょう。はい、どんどん軽やかになっていくかなっていうふうに思います。でこれからはどんな世界になるかなってちょっと感じてたんだけど、これからは本当にもちろんね、トラウマとかそのインナーチャイルドを癒すとかっていうのももちろん大事なことなので、それをすっ飛ばしてはいけないと思うから、やっぱ癒し切るっていうのはすごく大事な作業になってくるし、うん、それ自体は必然で必要なことなんだと思うんですけれども、それをずっと持ってなくても大丈夫っていう、そういう領域になってくるかなというふうに思います。うん、だからなんていうのかな、手放しですね、それもね、トラウマを手放すっていうようなこともこの邪気払いと一緒にポロンともし出てった人は見送って、うん
ありがとね今までって言って、さよならするっていう、そういうタイミングもいいのかなというふうに思います。はい、そんなわけで、あ、すっごいコアの内容になっちゃった、どうしよう、ドキドキしちゃう、しかももう1時間も喋ってる、あーまたこんなになっちゃったみたいなはい、ご感想などコメント欄に書いていただけますととっても嬉しいです。で、これは私が絶対 100% 正しいって思ってるわけではないので誤解しないようにしてください。ただ、まあ感じている事実をそのままに喋ってるだけなので、違うよっていう人がいても当たり前かなっていうふうに思っています。うん、で、私の言うことを 100% 絶対信じなさいっていうわけでもないです。ただ知らないより知っててよかったっていうことがもしある人がいるならば役立つ情報かなと思いますし、落ち着いてこれからの夏至までの時期を過ごし、また夏至から陰に転じていく時間もゆっくりとその計画を立てられるにまだ時間あるしね、うん、こうしてこうこうしてこうっていうのとかを自然と調和して委ねながら決めていくっていうのもありだけど、おおよそちょっとなんていうの、計画筋書きっていうか立てておくと過ごしやすいかななんていうふうに思ったりしています。うん、なのでちょっと早めに今回は、YouTube 出すことにしましたし、瞑想のグループも早めに作りました。これから入られる方ね、いつもギリギリに立て込むので、グループへの招待がいつも誰々が入っていないとかってなったりとかして結構大変なので、承認作業とかもあるので、なるべくお決まりの方を早めにジョインしといていただけると、事務局も、私も、大変落ち着いて当日の瞑想を迎えられるかなというふうに思っています。はい、ではそんな感じで、今日もこの動画を見た人が、幸せあふれるようにお祈りしております。なんかね、ちょっと際どい話したけど、みんなが知った上で選択していくっていうことと、あとやっぱ周波数どこに合わせてるかはとても大事だよどうせだったら心地よい方と周波数合わせましょう。はい、何度も言いますが、騒ぐべからずですよ皆さん自分の人生に集中しましょう。はい、ではどうもありがとうございました。良き一日を。バイバイ。